遅れたまま行きますのでよろしくお願いします。ギターは松岡徹。
して、ピアノは、唯一の女子です、浅野明。恋人絶賛募集中です。よろしくお願いします。それで、ドラムですね、顔が濃いと北村和樹と日国堂を足して2で割ったらこんな感じ、黒入ってないわけじゃないのでちょっと濃いめで、テルマエロマエの、次のオーディションに、一応申し込みを予定が西村隆弘、そして、高槻の誇るベーシスト、高槻の市民なんですよね、若いですけどむっちゃうまいです、藤田拓也君です、そしてフルートは、佐藤秀信と申します。すこやかちゃダブルということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それではちょっとうるさかったので、みんなの知っているちょっと大人しみの曲、まあ、ちょっと、R18 の曲かな、ロバート・フロックとかね、誰が歌ってるんですか、マギーナショーが歌って非常にヒットした、曲なんですけど、あ、それ後やったっけ、すいません、曲の順番がめちゃめちゃです先ほどねちょっとサイゼリアで飲みながら打ち合わせされて全然忘れてなくて申し訳ありません。大丈夫かな、大丈夫、俺が大丈夫かな
ポリリズムで、すいません、ポリリズムで分かる人には分かったと思いますけど、すいません。それでは、次の曲ですね。80年代の最初ぐらいだと思うんですけどね、渡辺貞夫さんが唯一フルートを吹いていた、曲で、モーニングアイドルっていう曲なんですね。それが非常にヒットした覚えであります。渡辺貞夫のマイディアライフとかいうね、番組があるゲームであって、毎晩よく聴いていたと思い出すんですけど、懐かしい曲ですね。それをまあ夏らしくやってみようかなと思います。Thank you.
ですけど、ね、できてよかったです。次は、はい、サマータイムね。5月ということで今日むちゃくちゃ暑いんですけどね。本来はだから夏にかかる、まあ、ちょうど春と、まあ、夏の間ということで、ね、それをちょっと表現してみたかったんですけど、やってみましょうか。桜のね、北海道はまだね、満開なんですよね。札幌とかはね、桜、なんですけれども、ここら辺はもう全然終わってるんですけど、まあ日本の普通が、まあ、全国ね、ものすごく幅広くありますので、サマータイムの前に、桜の、和風の都音階を入れて、ファンクでやってみようと思います。それでは聴いてください。ファンク、サマータイム。
初めて終わりました。ということで、サマータイムということで、ちょうど春と夏の間を味わっていただけたらなと、思います。ということで、それでは次もつけるかな、11月22日から3年前からね、いい夫婦の日からね歌い始めてるんですけどね、最初は仲いいんですけどね、だんだんすれ違って神夫婦になっていくという、そういう感じの解釈の歌なんですけどね。カーペンターのレオン・ラッセルがね、去年亡くなってね、これ名曲なんです。カーペンターズも歌ってましたが、ベン・ジョンソン、ベン・ジョンソン違うな、ジョージ・ベンソン、ベン・ジョンソンは歌手の人です。すみません、ドーピングで赤いようになった人ですね。ベン・ジョンソン、ジョージ・ベンソンが歌ってる This Masquerade という曲を、しましょう。Lost, and my heart fell in.
サイズがちょっとおかしくて、まあ壊れてます。それではこれで、ジャンボチームが最後の曲になります。
会いしましょう。さよなら。武道館生まれるかな。ありがとう。おはよう。